皆さんこんにちは、もしくはこんばんは。はじめましての方ははじめまして、マーブルと申します。この動画はオープニングなしのリアクションメインの動画になります。本編後の感想も短めです。少しでも多くのアニメを見るために、今までとやり方を変えております。それでも大丈夫な方は最後までお付き合いください。カウントダウンの後からスタートです。3、2、1。スタートです。最初はオートバイだね。マッパ。始まったかな？ねえ。何？怖っ。え？本当に？ああ、本当にあったんだ、妙役。妙役じゃない、先役。あ、たどり着いたのね。なるほどね、知ってたのね。存在してることは知ってたんだ。オープニング入りました。地獄楽の3話ですね。こちらもちょっと、2話との間が空いてしまったんですが、また見ていきたいと思います。いや、ほんとカラフルというかね、色鮮やかだよね。毎回見るたんびに思っちゃう、オープニング。曲もかっこいいしね。なんかでもちょっと悪夢を見てるようなさ、ビジュアルだったりもするよね、なんかね。ねえ、オサは一体どうやって、不老不死の戦略手に入れたんだろうね。まあ、世界のどこかにはあるってことだろうね。あの、新戦況にあるかどうかはわかんないけど。オープニング終わりました。弱さと強さ。うわ、すっごい、色鮮やかな花が。確かにね。そうね。死にそうになったらどうすんの？文句言うなと。まあ、それがルールだからね。
まあそうだよね。何？誰か攻撃してきた？ああ。まだ死んでないでしょ。外したの？いがみの剣？ああ。あ。本当だ。ルール違反じゃん。わあ、起床？いっぱい持ってんな。見られちゃったのね。まあ、横取りするとかも考えてるんだろうね。誰かが手に入れれば。わあ、本気モードになった。なんだ？そのタイミングで？戦い終わってからにしてあげて。手縄は何？その、逃げるかもしれないから？力押しなんだね。わわわわ、降ってくるよ、それ。さすがやね。小回りが利くというか。なんかさらに強者感が出るよね。手縄ついてて、それって。音楽がかっこいいな。ちょっとなんか和ロックみたいな感じだね。わわわわ、めっちゃ血だらけやん。わあ、自分で食らってんじゃん。ああ。ああ。監視役だもんね。あ、そう。
お役目終了なのね。なるほどね。もう策略は始まってんのね。絶対色仕掛け仕掛けそう。ほらー。やっぱりな。まあそうでしょうね。まあそれが処世術みたいなもんだもんね。どうでもいいんだよね。あ、この人なんだ。人間じゃないみたい。獣みたいな声してんじゃん。強すぎない？なんかこの人、あわわわわわ。結構強そうだったのにね。もう亡くなったの？まあこっちは生き残りそうだなと思った。色仕掛け失敗？どんどん追加していくの？岩隠れの忍者？はあ。なるほど。この機に乗じて、みたいな？罪人に殺されたことにして、みたいな？そういうのもありえんのか？真っ黒やな。油断ならないね。だいぶ脱落しちゃったの？あの感じからして。ああ。おや？ってこと？結局親の仇でもあるんだ、おさって。それ覚えてんのかね。さっきそんなことしてる時間もったいないとか言ってたのにね。
そんな強いの？ああ、もっと身軽になりたいってことかな。自由に動くために、監視役が邪魔だってこと？腕は立つんだろうけど、やっぱり迷いがあるんだろうね。こっちはこっちでためらいがあるんだ。なるほどね。折れるの？それに付随していろんな感情を知ったわけね。ああ、強さと弱さか。本当の強さってなんだろうな。肩折れちゃった？こちらも迷いが。ああ。奥さんを愛したことで知った。人間らしい感情をね、知ったんだよね。そうだね。
なるほどね。そうだね。なるほどね。向き合ってやり直すためのお話なんだね。伽藍堂ではないよね。なんか毒々しいな。ああ、やっぱり男の子なんだね。やっぱりさぎりさんだけが女性なのか。なんか見た目が結構女性っぽいなーって人もいたんだけど。なに？針？毒針？あ、もう刺されてんじゃん。あ、全身に回る前にってこと？そっから鼻生えてくるから？ほんとだ。人面。わわわわ。わわわわ、ムカデムカデ。あ、全部人面なんだ。その縄で止血？中に巨大、え？巨人？なんだこれ。またでかいの来たなー。いや、面白って。わわ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 。刀折れたわけじゃなかったのか。エンディング入りました。ね、どんどん気持ち悪いのいっぱい出てきたね。名前忘れちゃったんですけど、赤髪のね、いろいろさぎりさんに忠告したりとかしてた男の人、山田のね、山田朝右衛門の一人の人、どうなったんだろう。死んじゃったのかな？なんか、六郎太だったっけ？なんか結構巨人みたいなね。男の人に。なんか、むしゃむしゃしてたよね、あの人ね。なんか、結構、強そうな感じしたんだけどね、あの男の人も。赤髪の人もね。あと、なんか、最初の方に出てた、くのいちの女の子わかんないけど、え、この人死んじゃうの？みたいな感じの人もいたよね。今どの辺が生き残ってるんだろう。まだ全員の名前がね、把握できてないんだよね。はい。
地獄楽の3話ですね。見終わりました。いや、なんかすごかったね。なんか久しぶりにちょっと3話を見たんですけど、2話からちょっと空いてね、見たんですが、もうなんか上陸する前から策略とかね、もう戦いは始まってるんですね。敵に仕掛けたりとか、色仕掛けしたりとか、いろいろありましたね。でももうなんか首落とされたりとかしてる人もいましたね。この人まだずっと残っていくのかなと思ってた人たちが、あっという間に脱落してるみたいで、ちょっとびっくりしましたね。今誰が残ってるんですかね。鉄斎さんと、多分、ゆずりはさん?くのいちの女性ね。と、六郎太っていうでかい巨人みたいな人?と、多分、長兵衛って金髪のちょっと野党みたいな感じの人かな?ぐらいかな、今のところ。あと、ぬるがいだかなんか、ね、少年なんだか少女だかわかんない、ちょっとね、小柄な子いましたよね。今、それぐらいかな。なんかお坊さんみたいな人もいたけど、なんか、長兵衛さんと戦って破れてましたよね。でもさ、破れてるように見せかけてさ、実は生きてたりとかっていうこともあるかもしんないからわかんないよね。でもなんか、オイランみたいな人は首落とされてたからもう亡くなったのかな。でもなんか六郎太って人にさ、バーンってやられて、赤髪の山田左衛門の、何でしたっけ、エーゼンさん?なんか人がやられちゃったのか、何なのか。ね、ちょっと血まみれで倒れてて、六郎太がもぐもぐしてたからなんか食べられてたのかな。ちょっとびっくりしましたね、あれはね。なんか人これからも出てきそうなのにというか、エイゼンさん強そうなのに、こんなところで退場?と思って。実はまだ生きてるとか、あるのかな?誰が生き残っても、誰が途中で脱落してもおかしくないような感じですよね。あとなんか山田朝右衛門の中でもやっぱり中で結構ゴタゴタしてるというか、まあ後目争いなのか何なのか。気象さんが言ってましたよね。ってことはあれですかね。本編の中でもちょっと話してたんですけど、私。なんか資材人にやられたとか、この新選教の化け物にやられたということにして、仲間同士、朝右衛門同士でやり合って、蹴落としてやろうみたいな。そんなことを考えてる奴もいるってことですかね。いやー、なんかそれはそれでなんか結構人間のさ、真っ暗な部分というか、闇の部分も結構描かれてますよね、この作品ね。で、その闇の中にいたんだけど、なんか奥さんと出会って、女王を知って、人間らしい感情を知って、女王と向き合ってあがいてもがいているっていうガビ丸がね、なんか逆に人間らしく感じるというか、昔はね、なんかその、長に育てられた時は、何も考えずに人を殺していたかもしれないけど、やっぱ奥さんと出会って変わったんですね。なんか前半部分でね、本当の強さとはっていう話がありましたよね。いや、なんか、まさかそこでやり合うとは思いませんでしたね。なんか結構時間の無駄だみたいなこと言ってたから、そういうことしないのかなと思ったら結構普通に戦ってて、なんかあれですよね、雲隠れ衆が来るかもしれないみたいなこと言ったら急に、豹変しましたよね、彼ね。あれなのかな?彼らがやっぱり強いというか、追加?投入?されることによって、先を越されてしまうかもしれないから、ちょっと焦ったのかな?少しでも身軽な方がいいから、監視役が邪魔だって思ったのかな?サギリさんを手にかけようと思ったのはそれが理由なんでしょうね。多分ね。いやでも、いさめられましたね。手にかけられなかったね。いや、なんかあなたが変わっていく様子をさ、見届けるみたいな?
あ、ちょっとね、言ってる言葉は違うけど、まあ大体そんなようなニュアンスで。なんかその、この二人の関係もなんか歪というか、不思議な関係ですよね。もちろん恋愛とか関係なく、ガビマルはね、奥さんにも再び会うために、この試練をね、受けてるわけだし、なんかその、彼が人間として変わっていくというか、情と向き合って乗り越えていく様を見届けたいみたいな。その彼の姿を見て自分も変われたから、みたいな。変われたというかね、自分も覚悟が必要なんだってことを知ることができたから、とかいうね、関係性がすごい面白いですよね、この二人のね。雲隠れ衆ってそんなに強いんでしょうかね。彼がそんなに聞いて焦ったってことはさ、なんか相当手だれというか、雲隠れってあれですよね。そっちも忍びですよね。強敵が来るみたいな感じでちょっと慌てたんでしょうかね。相当な強敵なんでしょうね。まあ、ここにいる他の人たちもそうですけど、でもなんか誰かが手に入れたとしてもこう奪い合いが始まったりとかもしそうだし。あ、そうそうそう。なんかね、冒頭でね、言ってましたよね、なんかね。おしゃが不死身だったって。だからこの世のどこかに、その、不死身の戦略があるのを分かってる、みたいなこと言ってましたよね。不死身の戦略がこの世のどこかにあることは知ってたんですよね、ガビバルね。ただここにあるかどうかはわからないけどって言ってましたね。まあ、後がないにしてもね、その存在が確かにあるってことを分かってたら、それもうやるしかないって思いますよね。いや、どうなりますかね。なんか変な化け物がいっぱいうじゃうじゃ出てきてましたけど、後半ね。なんか手を刺されたら、そこからなんか花が出てきたりみたいな感じになってましたよね。すごいですね。何のためらいもなく自分の手パッて切り落として。あの人もなんか強そうですね、鉄斎さんね。またあの虫たちがさ、みんな人面なのも気持ち悪いですね。なんか変な化け物も気持ち悪い造形なんですけど、虫になんか顔がついてるって怖いですね。ちょっとなんか夢に見そう。いやでもなんか、ほんとその化け物の造形といい、なんか、独特というか、斬新というか、なんかその造形自体はすごい素晴らしいですよね。あんまりいっぱい見たくないけど。まあそうですね、次回どういう、まああの化け物たちをどうやって退いていくのか、次回は楽しみですね。ということで、地獄楽さんはご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは、マーブルでした。